女優の宇都宮まさよさん。70年代を中心に活躍した昭和を代表する美人女優ですが、2000年に女優復帰するまで実に20年近く第一線を退いていたのだとか。人気女優であったにもかかわらず、その半生は運命に翻弄されたものだったそうです。気になったので調べてみることに。宇都宮まさよさん、1948年生まれの72歳、東京のご出身で、青山学院女子短期大学を卒業後、文学座附属演劇研究所第8期生を得て文学座に入団して舞台に立った後、1968年人気ドラマ「お庭番」でデビュー、1969年ポーラテレビ小説ドラマ「パンと憧れ」の吉本彩の役で初のヒロインを演じています。それから80年代初頭にかけてブレイク。その美貌と演技力の評価は高く、主に鬼平犯科帳、木枯らし紋次郎などの時代劇や2時間ドラマを中心に活躍。中でも大岡越前には第1部から第6部まで出演していて、幸恵夫人はやはりこの人という声も聞かれるほどのハマり役でした。映画新幹線大爆破や青春の門樹立編といったヒット作にも出演しています。文字通り売れっ子人気女優だった宇都宮まさよさんですが、1983年2時間ドラマ出演を境に2000年まで女優業を休業してしまいます。それには元夫が関係しているのだとか。一体どういうことか調べてみると、実は宇都宮さんは2度の結婚離婚歴があり、最初の結婚相手は俳優の西岡徳馬さん。どちらかといえばこわもて俳優として人気が出たダンディーな俳優さんで、2人の馴れ初めは同じ所属の文学座時代に出会って交際、1973年に結婚して女の子を1人授かります。結婚した当初は宇都宮さんはすでに売れっ子女優でしたが、西岡さんはまだ無名俳優でした。案の定2年という早さで離婚。その理由はやっぱり格差婚だったことが原因かと思いきや、なんと嫁姑問題だったと言いますから、苦渋の決断だったのかもしれません。その後1978年に再婚するのですが、そのお相手はといえば七人の刑事やさすらい刑事旅情編で人気だった俳優の三浦陽一さん。またしてもダンディーなお相手、宇都宮さんは前夫との娘を連れての再婚だったといいます。しかし幸せだったはずの結婚生活はあることが原因で一変したのです。その原因とは夫三浦陽一さんの娘への DV でした。そして決定打になったのが、その時に浴びせられた言葉だといいます。それは連れ子の娘に対して DV の後に綺麗に入ったなという言葉だったと言われています。ですから娘への虐待で1990年頃には別居状態となり、そして離婚調停となりました。その後宇都宮まさよさんは芸能界には復帰せず、とんでもない行動に出ます。娘を伴ってイギリスに渡り、ウェストサリー芸術デザイン大学やウィンチェスター芸術大学で染色、デザイン、インテリアを学んだそうです。しかし一方の三浦陽一さんはというと、離婚調停中の1993年に番組の打ち上げで訪れた銀座のクラブでホステスとして働いていた女性と熱愛関係に、すでに男の子が一人いた女性が妊娠していたことが世間に発覚、隠し子がいたということで激しいバッシングに遭っています。ようやく離婚が成立したものの、隠し子騒動によるイメージダウンが大きく、三浦さんの仕事は激減してしまったのです。さらには今度は1999年に悪性の食道がんが発覚して、闘病しながら舞台を続けるも
がんの進行は手の施しようがなく、最後は全身に転移してしまい、2000年4月に46歳の若さで旅立たれたのだとか。当然その訃報は宇都宮さんに届き、帰国の途に就いたのですが、その時女優復帰を決断させるある不思議なことがあったそうです。その不思議なこととは、元夫に花を手向けた際に、またやれよという三浦さんの声が聞こえた気がしたのだとか。その言葉によって長年封じ込めた思いが決断に変わったのだと言います。自分には女優しかないという思いは以前からあったものの、離婚した夫二人がどちらも現役で活躍していたことから、どこか遠慮していたそうです。しかし因果なものですね。三浦さんのおかげで女優業を休業する羽目になったり、また復帰するきっかけをもらったり、二人が惹かれ合ったのも、やはり良き俳優であろうとしたから、だったからかもしれませんね。宇都宮雅代さん、後に分かったことですが、三浦さんとの間には、子供はいないと言われていましたが、実は女の子がいたことを、宇都宮さん本人が明言されています。ですから宇都宮雅代さんは、休業中に二人の娘たちとイギリスで生活していたことになります。2007年の時点でには長女は結婚しており、次女は現地の大学に通っていたそうです。宇都宮雅代さん自身はといえば、2000年の復帰以降、年20本のペースでドラマ出演されていたそうです。最後の出演作として確認されるのは2010年映画「遠くの空」ですが、それ以降の露出は見当たりませんでした。そして2度目の離婚以降は再婚はされず独身だったようですね。機会があればまたドラマでお姿を拝見したいものですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は宇都宮雅代さん、その半生は類いまれな美貌を持っていたにもかかわらず、思いもよらないことがとっても多かったんですね。2時間ドラマの江戸川乱歩の美女シリーズでの彼女の姿が非常に美しすぎて、ドラマの内容が頭に入ってこなかったと今でも思い出します。いつまでもお元気で、これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。